11人協会は1892年にベルリンで設立された美術家グループである。ベルリン分離派の母体となった画家のグループの一つである。不仏戦争で勝利し、1871年にドイツ帝国が成立して首都となったベルリンの美術界では皇帝ウィルヘルム2世のお気に入りの新古典主義の画家。 アントン・フォンベルナーがベルリン美術アカデミーの会長とベルリン画家協会の会長を務めていた。ベルリン画家協会が毎年開くベルリンの美術展覧会には新しいスタイルの作品が展示されることはなかった。象徴的には1892年にエドバルド・ムンクの最初の展覧会が開催された時、新聞からの激しい批判に従ってベルリン画家協会は 予定を早めて7日間で展覧会を終了させた。他の地域での従来のアカデミーの展覧会から独立した展覧会を開く動きは1883年からベルギーのブルッセルで開かれた20人展やミュンヘンで1892年にフリッツ・フォン・ウーデやパウル・ヘッカーらによって設立された大エルフがあった。ベルリンの若い画家たち9人が定期的に集まって 美術展開催のための自由協会を作り、自分たちの作品を展示する展覧会の開催を協議したことに始まる。すでに画家として評価を得ていたマックス・リーバーマンとフランツ・スカルビナの支持と参加を得ることができて、11人協会として設立され、展覧会を開いた。その後メンバーの脱退や、新しいメンバーの加入があった。1998年に、 マックス・リーバーマンを中心にベルリン分離派が創立されると活動をやめ、メンバーはベルリン分離派に合流した。ありがとうございます。